左手を上げてください。で、横90度ぐらいで大丈夫です。このまま側方に左足に体重をかけて耐える練習をしていきます。本人の怖さが一番あるかと思いますが、これいろいろな仕組みがあります。左足、そうですね、今外側のここに体重が集約されやすいと思うんですけど、今流れを少し、どっち向きかな、こっちですかね、あ、違う、こっちだ。足の方向をこっちの内回転に回りやすくしてあります。それで足に体重がかかりやすくなった状態であれば、少し左側に体重をかける動きが、良くなっていますので、まずいつもやっている足首で、どういうふうに体重を支えるかという練習は今後も大事にしていってください。で、今やっている左に体重をかける練習なんですけど、この股関節、大腿骨がこう走っていて、その上に骨盤で関節球、球がいて、骨を、大腿骨を受け皿で支えているような状態になっているんですけど、その受け皿に、まだうまく大腿骨をはめ込むこと、その球がい、骨同士をうまくくっつけ合うことをイメージしながら、練習していってください。はい。以上です。